ベニアミノフ山とは北アメリカ大陸の北西端部のアラスカ半島の中部に存在する現在も活発な活動を続けている清掃火山である。また過去に火山爆発指数6の大噴火を起こした火山と申されている。なお山頂の標高は約2500メートルでありこの付近に存在する山としては標高の高い部類に入る。噴煙を上げている。 ベニアミノフ山。なお、写真の隅には、外輪山の一部が見えている。つまり、その内側が、ベニアミノフ山のカルデラであり、そこに、雪や氷が溜まっているのも見て取れる。ベニアミノフ山は、おおよそ北緯56度11分54秒、整形159度23分28秒付近に、位置しており、この場所は、アメリカ合衆国のアラスカ州のレイクアンドペニンスラ。 軍に属している。この付近は現在太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈み込んでいる場所に近く、環太平洋作り山帯に属する地域である。一般に地球上のこのような場所は活火山が多いことで知られており、やはりこの山の周辺にも活火山が存在し、そしてこの山もまた活火山である。 記録が残っている1830年以降だけで何度も噴火を起こしており、最近では2013年6月13日に噴火し、同年の10月まで噴火を続けた。また、紀元前1750年頃には火山爆発指数6の巨大噴火を起こしたとされている。この巨大噴火の結果、この山にはカルデラが形成された。そして、その後にも起こった数々の噴火によって、 このカルデラの中には新たな噴出物が溜まって山になっている。なお、現在このカルデラの中には大量の氷も溜まっており、噴火などが原因でカルデラが崩れたりした場合、洪水などを引き起こす可能性も指摘されている。ここまで説明してきたように、この場所は現在でも地殻変動が激しく起こっている場所である上に火山活動も活発な山なので、その標高は変化する。 可能性が十分に考えられるのものの、2014年、現在の標高は2507メートルであるとされている。ちなみに、この2507メートルという標高は、このアラスカ半島に存在する山としては高い部類に入る。この山の名称は、キリスト教の関係者であるヨアン・ベニアミノフの姓を取ったもので、1849年には、すでに、 ベニアミノフの名が付けられていたとするコンスタンティン、グレウィンクによる記述が残っている。マウント・ビニミノフ検索結果アメリカ地質調査書、提供、ジオグラフィック・ネームズ・インフォメーション・システムベニアミノフ、さんの現在の活動ベニアミノフさんの活動記録、AB ベニアミノフさんの基本情報2013年の、ベニアミノフさんの噴火に関する画像アラスカとハワイの1500メートルを超える。 山のリスト、マウントビニミノフ、アメリカ地質調査書提供、ジオグラフィックネームズインフォメーションシステム。ありがとうございます。